はい、こんにちは、矢田部です。今日はですね、低学年に、やってほしい、まず歩き方の練習、あとはこれが土台ができると上手くなるよっていう部分で、体の使い方をぜひ覚えてもらいたいと思います。まずはですね、よく低学年でありがちな、姿勢ですね。足をこうやってピッとこうやってすでに揃えてしまう。で、歩く時とかもこうやってちょこ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 歩くと、これがすごく多いんですよ。で、これがね、足型でやってみると新兵器ですよね。だからこんな感じよね、毎回ちょこ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 行くね。理想はそうじゃなくって、この外側で行きたいんですよ。この感じ、だいたいありがちなのはこういう感じで歩くんですよ。みんな足閉じた形ではなくって、この外側で歩きたいよと。ただこれって、じゃあガバッて広げればいいのかなとかって、低学年とかだと結構もう何でもいい、広げろって言ったら広げるね、ここ閉じないんだよって言うと極端にやって、やりすぎて分かんなくなっちゃう。でね、これちょっと蹴ってみると、北さんいいかな、そっち側に行ってもらおうかな、斜めでいいや、その辺で、もうちょっとこっち、あ、そこで、ここで蹴り方なんですけど、インサイドで蹴る。これ足閉じてるとやりづらそうな感じが伝わるといいな。これ右足にください、こんな感じで、これが足開いた状態だと閉じた状態、開いた状態、この感じが違うっていうのが分かってくれるといいなと。じゃあもう一回いきますよ、閉じた状態、開いた状態、開いた状態、この力の抜けた感じですよね。もう一回閉じた状態、開いた状態、動きが減りますよね。だからここをもう一回いきますよ、閉じた状態の歩きではなくって、軽く開いた状態で、この軽くを覚えるためには、基本的には内ももがここチンチンつかないと、浮いた状態、拳1個分ですね、このパンツが A ラインになること、閉じないっていうのはこれ一つ基準です。で、これをね、口で言うと分かりにくいんで、今日は秘密兵器、持ってきました。秘密兵器ですね、これです。これ2つあるんだけど、2人でパトカーになれるっていうね、ではなくって、今笑い声入るかな笑わないの今、え、ガヤもう無視これね、名前知ってるかな、カンポックリって言うんだけど、でもカンポックリって言わないのよ。アマゾンだとこれがまさかのパカポコポコって言うんですよちょっと待って、あの二人見て、ちょっと撮って、あの今のうなずきの静かっぷり腹立つよ。パカポコポコって言うんだよ、これほらこっちも腹立つのよ、パカポコポコだって、こんな感じ声出さないでうなずいてるよ、立ち悪いねまあいいや、ね、まあこれを上手にやると何が起きるかっていうと、自然と足開くんですよ。開くでしょ、これが閉じるとやりにくいの、危ない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 、閉じるとできないのね、足開くんですよ。竹馬でも OK ね、竹馬でも。そうするとほら、だいたいこの形なの分かる、ほら幅素晴らしいでしょ。で、ちょっと北さんこれ来てよ、インサイドをこれで蹴るとすごいのよ。この時にインサイドキック、ちょっとカメラさん寄ってもらっていいですか、これをね、土踏まずで踏む形で、土踏まずで踏んで、これでボールください。まあ止めるんだけど、俺うまいなこれ。これでね、インサイドキックやると自然と行くのよ。
ちょっと止めるのは難しいんだけど、この感じいいよ。うまいでしょ、これ。うまいっすね。インサイドキック、うん、もう一回この体勢、腰いて、この感じでね。もう一回、もうちょっと腰に来てんのに。はい、インサイドキックってこんな感じで降りてやってみるとください。うわ、すげえ楽。これで何これ、すげえ楽だな。右足にください。いや、これすげえ楽。楽。ちょっと北さんやってみる。あれ、北さんあんまりこれ普段こんな風にね、足開いてないよね。ないですね。ちょっとやって、もうちょっとやった方がいいよ。はい、いいんじゃない。で、それでインサイドキック、左足、はい、ちょっと土踏まずで踏む。土踏まずで、それ踏んで、踏み方をちょっと足の位置変えんのよ。もっとお前つま先じゃなくて、そうそう、土踏まず、かかとじゃないよ、真ん中。そうそう、でトラップしてインサイド、おお、そうそうそう、はい、おお、いいじゃん、いいよ。歯外してみよう。ストップ、なんで、もう遠すぎて、遠す、音も多分取れてないと思う。でもこれ取れてるよ。まあ取れてますけど、ちょっと激しすぎるんで。まあでもこれ入ってるから、まあいいよ、やっちゃおう、これ、やっちゃう、これだけ、次だね。だからこれ、足がちゃんと北段開くようになった、これすごい大事で。いや、足スムーズに動くようになったんですよ。だからこれをぜひ一度、足型を買わないにしても、カンポックリ、またはあのパカポコポコで検索して買ってもらうといいことあるかなと思います。肩幅でここ1個、拳1個分開きます。この状態で左右に揺れるイメージ、で足をしっかりここで前に出していく。そうするとトラップもキックも良くなります。足をこの閉じたままで90度、90度で、みんなこうやって動かしちゃうんだけど、これをつけると足こうやって支えてから螺旋状に動くんですよ。螺旋状に動くんで、このイメージにはすごくいいかなと。で、戻すでしょ、戻さないといけない、ここまでのイメージつくんで、ぜひこれ一回試してもらうとね、いいんじゃないかなと。なかったら逆に紐さえあれば、紐つけたこれでもいいんですよ、はい、紐つけたこの状態でもいい、こっち側の上がなくてもね、そういった部分でぜひ、インサイドキック綺麗なの、あと姿勢を身につけるというのでやってみてほしいと思います。ということで、チャンネル登録お願いします。